ツイステッドワンダーランドメインストーリー続きやっていきます。そしてコメント見ていきます。ってことで上から、無事よ、双子がお迎えできました。フロイドジェイド当たったんだね、おめでとう、よろしくお願いします。フロイドしか勝たん、フロイド大好きなんだね。今月も課金祭り、 SS レアビル様早起きて当てる。それは SS レアビル様さ、なんだっけ、1個目が貴族生だよね。で、2個目が無属性だったんだよね。無属性のデュオって初じゃね、初じゃない、俺が今まで知らないだけかな。で、無属性ってなかなか使いづらいんじゃねって思ったけど、どうなんだろう。まあ、試験、あ、でもメインストーリーで考えたら結構いいか。変に編成いじんなくていいしな。うん。あと、無属性試験とかで役に立つんかね。まあ、俺もにわかだからよくわかんないけど、なんかふと思った。あ、はい、行きます。俺が語るとコメント見る時間なくなるかな。エッペッチュとリリア様可愛すぎてしんどいですね。はい、うん、可愛い。エースの兄、エースと同一人物説好きだな。え、どういうこと？何それ、どういうこと？そういうのがあんの？後で見てみよう。トレイクローバーをめでるのは健康に。いや、これ全然ログインしてないし、9日前。エペル君すり抜け、おお、辛い。でもマルス様当たってるから。魔法石が、あ、ないのね。マルス様に投資したのかな。美少年になってこの学校に通いたい。欲を言えば、ディアソムニアに行きたい？わかる。おしゃジャミルでございます。よろしゅう、よろしゅう。しばらくプレイできません。8日前。早く帰ってきて。サムナクロウリョウとディアソムニア両推しです。ディアソムニア俺も好き。ああ、推しに貢ぐマドルの音を覚醒してるのかな。エース君の部屋の壁になりたいです。変態。しかもこれ多分コメント変わってない気がする。ふーん、エッチじゃん。なんか急にエッチ前龍馬が出てきたぞ。サバナの耳と尻尾を永遠に眺めたい。まあ眺めてるだけなら変態ではないかな。ギリ変態。よろしくお願いします。はい。お前の初レベルだったらもっと何があった？じゃあ今回ここまで。お？トイツ試験 C から A への圧倒的成長。マジ？ SS は俺も無理だな。S も取ったことね。あれ？ S あったかな？忘れたわ。はい。ってことでメインストーリー行くよ。ストーリー？リボーナス製車。巡回ブース。はい。お？コロシアム前か。ディアソムニアかと思った。黄緑色の炎を見るとね。展示ブースでは文化部を中心に作品の発表や物販が行われる。文化部ってことはイデア出るんじゃないこれ。4年生による研究や調査の成果が展示されているブースもあるから、興味があれば覗いてみるといい。そういや、クルーエルが文化祭には4年生が戻ってくるとか言ってたんだぞ。普段は学園で姿を見ねえけど。確かに。どこにいるんだ。そう、どうなの。4年生の魔法師養成学校ならほとんどの場合、4年目は学外へ実習に出ることになる。へえ。俺も来年はどこかへ派遣されて、ごくたまにしか学園には戻ってこなくなるはずだ。寂しいね。へえ。実習ってどんなことするんだぞ。行政組織内にある特殊チームでの実習を希望する人もいるし。なんか難しい話になってきた。遺跡の発掘や調査、古文書の解読などを希望する人もいる。一般の魔法関連企業のインターンに出る場合もあるよ。あ、でも魔法だったらなんかそういう歴史とかを調べてみたいかもな。ああ、なんか楽しそう。行政組織内にある特殊チーム、いろんな実習先があるんですね。上じゃね？ちょっと聞きたい俺もそれ。ああ。そういえば監督生は魔法がない世界から来たんだったか？そう、日本。それじゃあ馴染みがなくても仕方ないよな。ツイステッドワンダーランドの消防や警察組織には魔法師のみで編成されたチームがある。そのエリートチームの中でもひときわ優秀な魔法師を集め、さまざまな要請で特殊任務に就く国際機関マジカルフォースは、あ、なんかかっこいいんだけど、戦隊ものっぽい。小さい頃から憧れているやつが多いイメージだな。で、なんか戦隊ものっぽいもん。確かに憧れる。エリート、俺様も大魔法師になれば、そのマジカルフォースってのになれんのか。なりたいのか。モンスターが入隊したという話は聞いたことがないけれど、多様性の時代だからね。確かに、いけるんじゃない、グリム、ワンチャン。努力によっては可能性があるかもしれない。いろいろな職業があるんですね。あんまり魔法使いっぽくないですね。なんか戦隊ヒーローっぽいよね。何回も言うけど。した？現代の魔法使いは
ほうきで空を飛べるだけじゃダメだということさ。君たちも将来のことを考えて、規律を守ってしっかり勉学に励むことだね。おめえ、本当に二言目にはそればっかなんだぞ。質問をしておいて何なんだい、その言い草は。失礼な。一年生のうちは将来のことなんて言われても実感湧かないよな。文化祭では研究発表のような固い展示だけじゃなく、気軽に入れるブースもたくさんあるぞ。そうだ、俺の所属するサイエンス部は観葉植物カフェをやるんだ。少し見ていかないか。行く、絶対おしゃれじゃん。カフェ、食い物もあるのか。行く行く。うなー、温室にいっぱいテーブルセットが並べてあるんだぞ。な、トレイ先輩、お疲れ様です。これジェイドいないのかな。いないか、さすがに。お疲れ。開店準備手伝えなくて悪いな。いえ、昨日はカフェメニューの仕込みを遅くまで手伝ってもらったので。ルーク先輩なんかトレイ先輩の淀みない手際を称えて詩を読んでいるだけでしたし。ルーク先輩相変わらずやな。確かにあいつはサイエンス部より文芸部に向いてる気がするよ。それにルークは我が校代表として VDC に出場する身だ。部活仲間として応援してやってくれ。はい。まあでもルーク先輩がさ、嫌われたりとかは絶対ないよね。なんだかんだ、まあそうやってちょっと自分な自由気ままにやってるのかもしんないけどさ、なんだろうな、大事なところでは絶対なんつうの、役に立つ先輩っていうのかな。いいところの、日本語がダメ。もうとりあえずルーク先輩大好きって言っとくわ。はい、行きます。サイエンス部からカフェの申請があった時にはなぜと思ったけれど、植物園を使えばかなり広いカフェスペースが設けられるのか考えたものだね。ああ、人が集まる行事ではいくつ休憩場所があってもいい。植物園は暖かいし、野外の特設ステージで冷えた体を温めるにも最適だろ。広くて収容人数も多いから売り上げも見込める。なんかおめえの話聞いてるとサイエンスは全然関係なくねえか。いや、そんなことはないぞ。サイエンス部が研究対象として育てた希少な観葉植物を見ながら休憩をしてもらえる。それに料理は科学とも言うし、あ、確かに調理は実験の一環とも言えるしな。これは立派な研究発表だ。あと給仕の時には白衣を着る。十分サイエンス部っぽいだろ。つまりは何の変哲もないカフェ、どのメニューも美味しそうです。下にしとけお前、怒られんぞ。トレイ先輩のメニューだから絶対美味しいしな。あ、しまった、もう10時半を回ってしまう。次は校内を確認しに行こう。11時には一般客が入ってきてしまうから、それまでには一通り見回っておきたいからね。教室？うわー、絶対マレウスいる。シルバーとセベ君もいたりすんのかな。あとリリアン。なんだここ。ガーゴイル研究会。いや、マレウスだよお前。怖い顔したモンスターの置物がいくつも置いてあるんだぞ。ガーゴイル、雨どいの役目を果たす彫刻の一種だね。詳しいね。この研究会はディアソムニアの寮長であるマレウス先輩が主催のはずだけど。絶対そうだよね。どうやら本人の姿がないみたいだな。マレウス先輩は非常に優れた魔法師だけれど、本当に時間にルーズなところがあるからな。え、そうなの？マレウスが悪いのそれって。俺てっきりみんなが声かけないからそうなってしまってるかわいそうな人だと思ってたんだけど。この同好会は先輩一人しか所属していないはずだし、つら会場前に戻ってくるといいけれど。俺が入るしかないじゃんそんな。ブースを無人にしておくのはトラブルの元だからね。まあこの学園の中じゃマレウスの展示にいたずらしようなんて恐れ知らずはいないと思うが。一人いる、グリム。絶対やる。それもそうか。じゃ次のブースへ行くとしよう。あ、終わった。いや絶対グリムならやるよ。なんだこれ怖いんだぞとか言って絶対いたずらするからね。
でもまあグリムと監督生がやったんだったらさすがのマレースさんももう許しよ、見ろよ勇気バーチャルって、これ絶対イデアだぜ、めちゃくちゃ会いたかったわ。イデア好きだよね、好きになるよね。あ、ボードゲーム部か、じゃあアズール出るな多分、なんかそんな気がする、多分ね、違うかな、場所がだって、ほらほらやっぱりボードゲー心を落ち着かせるためにありとあらゆる方法を試したけど全然落ち着かない。大事なセリフのシーンに指当たっちゃったしごめん。そもそもなぜ生身で登壇すればならんのだ、ハードル高すぎ。あれ音声やめたのイデア、アバター使ったビデオチャットでよくない。いやよくないよね。そうあんまよろしくはないんじゃない。音声ソフトの準備は完璧だけど人前でノールックタイピングとか正確にやれるの僕。いやイデアならワンチャンいけるんじゃない、いけないかな。なんか部屋の隅っこでブツブツ言ってるやつがいるんだぞ。あ、これが初めての出会いになるのか。イデア先輩、そんなところで何をしているんです。どう、リドル教官、なぜここに。教官、教官って呼んでるんだね。は、教官。あ、やばいよ。あ、なんでもない、こっちの話。ステージでの研究発表準備はできていますか。ご心配いただかなくても問題ないですし、まあ見といてくだされ。おアズールは？お、はい。うぎらせる気満々だよこれきっと。イデア先輩が専攻されている魔導工学は現代魔法の中でも興味深い論文が多い。先輩の発表楽しみにしています。とにかく僕は今最終調整に忙しいから。リドルローズハートさん、トレイクローバーさん、監督生さん、グリムさん、こんにちは。オルトだ。そしてまた指輪だった。ごめん、なんか今日ちょっとミスタッチが多い。ボードゲーム部の展示ブースへようこそ。え、あ、てかマジでアズールいないの。ちょ、アズールとイデアの絡み見たいんだけど。パーソナルストーリーでも相当面白かったしね。ここでは古今東西いろいろなボードゲームを部員たちと一緒に遊ぶことができるよ。それから兄さんが開発した魔導式 VR マジカルスゴロクも。おお、なんかすごそう。 VR マジカルスゴロクって、なんか面白そうなんだぞ。兄さんが開発した魔導式 VR ゴーグルをつけるとプレイヤーはバーチャルリアリティの世界に入り込むことができる。そこではサイコロが止まったマスによって仮想世界のプレイヤーに様々な出来事が起きるんだ。もちろんサイコロの出目はプログラム制御による完全ランダム。テクニックで狙った目を出すようなズルもできない。サイコロに己の命運を託しジャングルでモンスターを倒したり、サイコロのあれさ、それもパーソナルストーリーなんだけどさ、アズールがイデアに負けたのが悔しすぎてさ、サイコロでこの振り方をすればこの数字が何分の何の確率で出るっていうのをすごいやってたの。多分それを警戒してこういうのをやってるのかな。だとしたらやっぱパーソナルストーリー見てよかったなって思える。砂漠で油田を掘り当てたりしながらゴールを目指せ。それが新感覚ボードゲーム VR マジカルスゴロクさ。果たしてそれはボードゲームなのか。コンピューターゲームですね。すごく面白そう。どっちかな。うん、上。あ、興味を持ってくれた。じゃあぜひ体験してみてよ。え、今できんの？最高じゃん。ありがとう。でも今俺たちは見回りの最中なんだ。また今度ゆっくり体験させてくれるか。そうだったんだ、残念。じゃあまた今度。なんかトレイ先輩がすげえいいお兄ちゃん感しちゃうんだけど。これはこれは皆さん、あ、来た。我がボードゲーム部の展示へようこそ。アズール、そういえば君もボードゲーム部だったね。こういう行事の日はモストロラウンジの運営に精を出しているのかと思っていたけど。言われてみれば確かに。いやでもアズールはこういうのでも全部全力で取り組むんだと思う。いやですね、僕も学生ですよ、リドルさん。文化部員としてきちんと文化祭に参加しますとも。それに今回は暇人ども、いえ、いくつかの運動部と提携しまして。え、またなんか脅したのか、大丈夫か。
店舗だけでなく各特設ステージの客席でもドリンクを移動販売することにしたんです。やはり今回の文化祭の目玉はパープルステージで開催される VDC ですから。いろいろ考えてるんだな。勉強になるよ。寮長の僕や副寮長のジェイドをはじめ、オクタビネルは文化部所属の寮生が多い。来客でラウンジが大混雑してしまうと対応しきれない可能性が高かったので。そういえばジェイドは自分で同好会を立ち上げて活動しているんだったね。キノコ？山を愛する会。今回ブースの申請があったよ。そうなの？どうなったの？名前からして運動部に類する同好会だと思っていたのだけど、文化部なんだね。あ、でも山にキノコ取りに行ってるから、ある意味運動部系に近いんじゃない？どうなんだ？ところで、それは一体何をする同好会なんだ？キノコをめでるんだよ。さあ、僕も詳しくは知りませんが。キノコのお世話になってたじゃん、アズール。あんなおっかねえやつが作った部活なんて、絶対怖え活動だ。いや、そんなことないよ。シルバーとかもう大絶賛だったよ。山でやべえもん掘り起こしたり、怪しいもん埋めたりしてるに違いねえんだぞ。あのジェイドならありえるな。ひどい言われよ。様子を見に行ってみようか。いやいやいや、待て待て待て、めっちゃ可愛いよ。展示と申請を受けているけれど、何かよからぬことを企んでいるかもしれない。おいおいおい、お前ら下手したらお世話になってるかもしんないんだぞ、食堂で。ええ、ぜひ見に行ってあげてください。きっと喜ぶでしょう。キノコのことになると饒舌だぞ、ジェイド。きっとどうせ一人で暇を持て余しているでしょうから。あー、これは捕まるね。いやー、これ楽しくなるよ、きっと。いやー、いいね、これ。ジェイド好きにはたまらないね、次のストーリー。なんだろう、マッシュルームとかなってんじゃない？突撃マッシュルームとか。違ったわ、怪力ツインズの。フロイドいんの？フロイドキノコ嫌いって言ってたじゃん。もう食べたくないって言ってたよ、パーソナルストーリーで。山を愛するかい。おや、文化祭運営委員長自ら視察においでくださるとは光栄です。ようこそ山を愛する会の展示ブースへ。あー、金魚ちゃんじゃん。いらっしゃい。ジス。はい、お客様第1号の来場記念、ジェイドが取ってきた謎のキノコをプレゼント。いや、ちゃんと食べれるのを持ってきてくれるはず、ジェイドは。おい、いきなり変なものを顔面に押し付けてくるな。なんなんだ君は。失礼だぞ、美味しいキノコだぞ、きっと。あと、その変なあだ名をいい加減やめろ。お二人とも、それは謎のキノコでも変なものでもありません。そうだよね。ちゃんとブナシメジという名前がある食べられるキノコです。めっちゃ詳しい。ブナシメジは結構有名だよな。訂正をする前に兄弟の行動を止めないか。二人まとめて首をはねてしまうよ。入り口で何を騒いでるんだ。あー、ここはテラリウムや写真の展示がメインなんだな。トレイさんもお越しくださったのですね。はい、ここでは僕が山で収集してきたものを展示しています。あ、小指ちゃんとアザラシちゃん、ウミガメくんもいらっしゃい。やったよ、来たよ来たよ。ん、ウミガメって俺のことか。ねんねんねん、アザラシってあだ名の由来を知ってから呼ばれるたびにバカにされてる気がするんだぞ。愛着を込めてるらしいから。お腹が丸々してるからだっけ。まあ、可愛いっていう意味ではいいのではないでしょうか。どうした？大体フロイド、君はなぜここにいるんだい？そう、それは不思議。キノコ嫌いのはずなのに。確かエースたちと同じバスケットボール部所属だろう。バスケ部は体育館のブルーステージ設営担当。まだ作業中のはずだけど。気分上がんなくてダラダラしてたら追い出された。自業自得ってやつ。文化祭は生徒が力を合わせて作り上げるものだ。気分一つで与えられた役目を放棄するだなんて、ルール違反以前の問題だぞ。いいじゃん、部長が帰っていいって言ったんだからさ。めっちゃ怒られてんじゃん。それに俺、
午後からモストロラウンジの仕事で重たいタンク背負ってドリンクの移動販売に行かなきゃいけないし、ああやだやだ、ジェイドは働かなくていいのに、なんで俺たち、俺も金魚ちゃんたちと遊びに行きたい。なんか遊んでるわけじゃないし、ジェイドはジェイドでね、その伝えたい思いがあったんだよ、キノコのこと相当好きだからね。だからこそこうやって今頑張ってるんだから。僕たちは文化祭運営委員の任務中だ、遊んでいるわけじゃない。フロイド、そう拗ねないで。ドリンクの移動販売で一番営業成績が良かったスタッフにはアズールから特別ボーナスもあるそうですから。お、特別ボーナス、そうやって聞くと頑張れそうよね。そういうの全然興味ねえって知ってるくせに。大体さ、山を愛する会っていつも山登ってんでしょ、ほぼ運動部じゃね。それは俺も思う。こんな時だけ文化部面すんなよ。え、超怒ってんだけど、なんでそんな怒ってんのさ。へー、この同好会は山岳部みたいな活動をしているのか。いいえ、兵同好会の活動は山登りを主体としたものではありません。高い山に登って登頂証明書を集めたりするわけではありませんし、学園の周りの山を散歩しながら風景を眺めつつ、山菜やキノコ、花や野生動物など主に山に息づくものを鑑賞したり食したりすることを目的としています。なるほど、どちらかといえば写真部や料理部に近いんだな。どうでしょう、僕はありのままの山を五感で楽しんでいるだけなので。ほんと好きなんだな、ジェイドは。興味の延長で観察することはあっても、サイエンス部のように本格的な実験などはいたしませんし。つまり山に行って拾い食いしてるだけってことか。いや、言い方、そんなんじゃない。さすがに洗って火を通したりはしますが、概ねそうとも言えます。壁にたくさん植物や石の写真が飾ってあるけれど、これも君が撮影したのかい？はい、どれも陸の人間には面白みがないありふれた風景かもしれませんが、海で生まれ育った僕には珍しいものなので。なんか可愛いね、ジェイド、こうやってさ肉のものに興味示してさ、嬉しそうにしてるのが。それにしたってトルモンのチョイスが地味すぎ、珍しくもない雑草とか石ばっかじゃん。まあまあ、興味ない人にはそうやって見えちゃうんだろうけどな。何が楽しいのか全然わかんねえ。大昔の人魚だってもうちょい珍しいもの拾い集めてたよ。ホークな。だから所属が僕一人だけなのかもしれませんね。シルバーがワンチャン無理かな。でもキノコのドリアが好きってだけだからな。おお、なんだなんだなんだ、カジコ。総合文化祭を準備中の生徒の皆さん、あと5分で一般来場者の入場が始まります。やばいじゃん。各自ブースへ戻り、会場準備をお願いします。ああ、もう会場時間になってしまうじゃないか。東校舎の見回りがまだだというのに。じゃあ俺たちはこれでおいとまするよ。ブースが盛況になるよう祈ってる。はい、皆様お越しいただきありがとうございました。バイバーイ。行っちゃった。なんだか双子の存在込みで独特な空間だったな。結局どんな部活かよく分かんなかったんだぞ。規律を乱す活動をしていないなら何も問題はない。早く次に行こう。はい、リドルはもう仕事急がなきゃだからね。これで終わりかな。終わったね。ああ、いいねいいね。イデアとかさ、でもボドゲ部とかさ、そのキノコ愛する会とかさ、パーソナルストーリー見てるとまたその面白みがあっていいね、今回のストーリー。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。次回はあれ、バトルだ、開幕ボルテージ、これ完全にうぎってんじゃん。はい、それではシアンでした。またね。